どうも、花房皮膚科花房です。今日は巨大なしこりニキビを治す方法について解説していきたいと思います。ニキビをね、放置してるとすごく大きくなったりとか、腫れて痛くなったりとか、あとはしこりニキビって言って触ったらしこりとして触れるのが何ヶ月とか1年とか続く場合っていうのがあると思うんですけど、そういうので困ってる方が非常に多いので、それについてまとめて解説していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。もし今日の動画が役に立ったっていう方は、いいねボタンとチャンネル登録忘れずによろしくお願いします。では早速始めていきたいと思います。しこりニキビってどういうものを言ってるかっていうと、医学的に正確な用語ではないんですけど、一般的にはだいたい人差し指大かそれ以上の大きさになっていて、触ると痛くてしこりとして認識されるものをしこりニキビって呼んでるんじゃないかなっていうふうに思いますね。普通のニキビよりもなんで大きくて深いしこりニキビになってるのかっていうのをちょっと解説していきたいと思います。そもそもニキビなんですけど、ニキビっていうのはまず毛包、毛穴が詰まって皮脂腺が中に溜まった状態から始まります。まず盛り上がってしまっただけの状態のことをコメドって呼んだりしますね。白くてふくっとしてるのが特徴なんですけど、これにニキビ菌とか雑菌が繁殖することで腫れてきて炎症を起こしたものが赤ニキビになりますね。さらに膿を持つようになったものが黄色ニキビって言ったりするんですけど、そうこうしてるうちに毛穴の袋状のものから炎症が波及したりとか膿が漏れ出すことによって、毛穴よりも広い範囲で腫れとか炎症が起こってしまうようになるんですね。それがしこりニキビ、巨大ニキビの原因なんですね。だから通常のニキビから進化バージョンっていうか、悪化してしまったバージョンっていう風に思っていただくといいと思います。それを放置するとどういう風になってしまうかっていうと、漏れ出した炎症を肌が認識してさらに広がらないようにするために、それをコラーゲンの膜で囲ってしまうようになるんですね。そうするとそのコラーゲンの膜っていうのはすごい硬いので、さらにねしこりとして完成していくようなイメージになりますね。その大きなしこりニキビを放置したらどうなるかっていうと、まずしこりニキビっていうのは毛穴から炎症が波及して膿とかが皮膚の中に漏れ出してしまった状態っていう風に解説したんですけど、それがさらに広がらないようにするために、人間の体がそれ自体を石膏で覆ってしまうようなイメージで硬いコラーゲンで覆おうとするんですね。なのでしこりニキビを放置してると硬いコラーゲンの膜でそれが覆われてしまって、そうなってしまうとずっとこうしこりが残るような形になってしまうんですね。そうすると通常の免疫反応が届きにくくなるので、そこでまた繰り返し炎症を起こすようなことになってしまう場合もありますね。しこりニキビの治療方法なんですけど、通常親指とかそれぐらい大きくなってしまったニキビっていうのは、基本的にはね抗生物質の飲み薬とつけ薬だけで改善するっていうことは少なくて、まず最初に麻酔をしてメスで膿を抜いてあげる手術が必要なんですね。中に溜まった膿を抜くことでしこりニキビは小さくなって抗生物質の効きも良くなるんですね。だからまずは切開排尿って言ってメスで切開してあげて中の内容物を抜いてあげることが多いです。その後に抗生物質の飲み薬とつけ薬で治療するっていうことが一般的ですね。たださっき言ったみたいにコラーゲンの繊維の膜で覆われてしまったしこりニキビっていうのは、それだけで治ることは少なくて、硬くなってしまった繊維組織を手術で取り除いてあげる必要があるんですね。だからより大掛かりな手術が必要になってくるわけですね。たださっき言ったみたいにしこりニキビが硬いコラーゲンで覆われてしまっているような状態、この場合っていうのは単にメスで膿を抜いてあげるだけでは十分でなくて、繊維化した組織もまとめて取り除いてあげなきゃいけない場合が多いんですね。そうなってしまうと治療がちょっと大変で、例えば僕のよくやってるくり抜き法って言って、ちっちゃな穴を開けてそこから膿を抜いた後に繊維化した組織を全部取り除いてあげる必要もありますし、それが十分でない場合っていうのはメスで切って縫い合わせる必要っていうのも出てくるんですね。そうなってしまった場合っていうのは、くり抜き法でやった場合はニキビの跡のようなちっちゃな傷、縫い合わせた場合っていうのは縦の傷が残ってしまうことになります。傷跡ももちろん徐々に目立たなくはなっていくんですけど、血ができてしまった傷跡っていうのは完全に消えることはなくて、白っぽくて目立たない傷にはなっていきますけど、最終的に残ることになります。ですのでニキビを放置してそうならないようにするためにも、早め早めのニキビ治療っていうのが必要になってくるんですね。本日は大きなニキビ、しこりニキビについて解説させていただきました。そうなってしまうと通常ちょっとした傷跡とかが残ってしまう場合が多いですので、早めにニキビ治療をやって、そういうしこりニキビにならないように注意していただくのが一番いいんじゃないかなっていうふうに思いました。もし今日の動画がいいと思った方は、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。どうもご視聴ありがとうございました。